ハロープロジェクト2022サマーシティサーキットビヨンズファーストコンサートツアーもう一度どんとこい Be Happy 千秋楽アット中野サンプラザ行ってきました。実は私ビヨの単独生で見るの初めてだったんです。この日の様子を現場 Vlog としてお届けします。それではどうぞ。この日も地元群馬から電車を使って東京中野サンプラザへ行きます。電車の中ではイヤホンをしてラジコでラジオを聞きます。さあ新宿駅で乗り換えです。新宿駅から中野駅は近いんですよね。あっという間に着いちゃいます。中野駅着きました。中野サンプラザは北口です。中野着きました。めちゃくちゃいい天気です。ちょっと早いですが会場行きたいと思います。中野サンプラザ到着です。はい、あと何回来ることができるんでしょうか。線ができてます。あと何回来られるかな。会場と FSK の写真はもう定番ですよね。サンプラザイエーイ、みおちゃん、ビヨの単独初です。実はすごい楽しみです。やばい、念願のビヨ単独来ました。イエーイ。今日はビヨのバケハもかぶってきました。イエーイ。大道具搬入口すごい。中野サンプラザ駐車場2600円。おー、会場の近くにある中野セントラルパークに来ました。超いい天気です。今日持ってきたものをちょっと紹介しようかなと思います。唐突。はい、マイボトル、水が入ってます。ビヨのロンティーです。会場で着ようと思います。チケットホルダーとチケットです。双眼鏡、サイリウム、ハトさんだ。ハトさん、動画、ハトさん、動画映る？かわいいね。尻尾が白いね。かわいい。いっちゃった。替えのマスク。カスタネットダイソーで買いました。2個入り。はい、あとは、SNS で見た、この2つを飲むとよく見えるみたいなのが 見たので、ちょっと試そうかなと思います。過ぎて周りに人がいらっしゃらないのでマスク外してます。メッシュポーチが見やすくておすすめ。口紅とリップと目薬と龍角散とウェットティッシュ、バンドエイド、はい、アルコールで、ミラーと櫛、今日直しのバームみたいなやつ、コンタクトの替えとリンデロン。はい、みおちゃんの FSK です。あとはイヤホン、ポータブル充電器とケーブルと日傘、あとはお財布とタオルと、はい、ティッシュです。スーパーもあるし、ローソンもあるし、マックもあるので。暑すぎて避難してきました。現在11時半を過ぎたところで、ちょっと行きたい喫茶店があるので、そこに行ってお昼を食べようかなと思います。前髪行きたいと思ってた喫茶店がやっていなかったので、こちらに来ました。食堂高広。こちらは前回ゴールデンウィークにモーニングの単独で来た時に寄ったご飯屋さんです。ここ超美味しいんですよ。また来ちゃいました。頼んだのは本日の刺身定食1130円。今回のラインナップは南マグロ、カツオ、メダイです。カツオは生姜とポン酢でいただきました。もうほんと美味しかった。ハッシュタグご飯と取るのがいいと聞きました。食べ終わりました。ごちそうさまでした。食堂高広は南口の方にあるんですけど、北口に戻って中野サンモール商店街に来ました。気になる古着屋さんがあるのでそちらに行こうと思います。ティーチャーと合流しました。さあ会場に行きます。楽しみ。うん、手指の消毒、検温、そしてチケット確認を経て入ります。
今回8列目なんです。ありがとうございます。運がいい。お手洗いに行って着替えました。注意事項を確認し、いざ会場内へ。終わりました。超楽しかった。本当に楽しかったです。さあ、ティーちゃんとカフェに来ました。ここで語り尽くします。楽しかったです。気がついたら夜になってました。群馬へ帰ります。最高の一日ありがとうございました。また行きます。 Vlog のご視聴ありがとうございました。ここからはですね、ティーちゃんと私が会場の外でライブの感想を熱く熱く語っている様子をお届けしたいと思います。ネタバレがバリバリ含んでおりますので、そちらご注意ください。ラジオの感覚で聞いていただけると嬉しいです。それではどうぞ。超楽しかった。楽しかった。やばい、あの最初はなんかさ、こうしんみりきてさ、私たちには手があるっていうのがちょっとグッとくって、ライブビューイングの時もそれで泣いたんだけど、あ、やばい。コシタンタタンも超楽しかった。わかる。ウータンの小猫ちゃんって思ってた？がもう可愛すぎて、思ってるって。なんかさ、大きいビジョンもあったし、照明もさ、結構なんかこういろいろ使ってたからさ、楽しかった。2階からでもね、結構ね、やっぱね、全体が見やすかったからね。あ、本当。楽しかったよ。よかったよ。顔の表情見たいときは双眼鏡で覗いて、でもなんか全体楽しみたいときはもうずっともう。照明がね、なんかこうやっぱりあるとさ、見ててさ、こう楽しいよね。楽しい。うん、楽しかった。いやー、ちょっと超楽しかった。カスタネットあそこで来ると思わなくて、もうガサガサガサご準備してくださいだろうみたいな。そうそう、オッケー、ここでと思ってガサ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 みたいな。めちゃめちゃ楽しかった。やばい、カスタネット超楽しかったし、16ビートはできん。16ビートめっちゃタタ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 タみたいな。拍手みたいな感じだ。そう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 。でもなんかあれ普通にさ、 A メロとか B メロってとかでもさ、カンカンってできるじゃん。できる。あれが超楽しかった。ペンライト振りながら片手でカカンみたいな。そうそうそう。でもビートの時だけはもうずっとペンライト置いてもカカカカカカカみたいな。もう超楽しかった。もうあの激辛ハムカツやばい。あれ振りが楽しいから、こうやったみたいな、全力でも一緒に踊ってた。そうそう、めっちゃやった。ハムカツがシュールに聞こえておる。あ、そう。もうシオリンのね、あの顔がたまらん。かわいい。かわいかった。でもこうやってハムカツにバイバイしてるのとかさ、ね、かわいかった。もうさ、あのためだけにさ、朝からずっとスタンバイされてると思うとさ、ハムカツが愛しい。そうね、確かに。やばかった。メガネの男の子さ、見ててさ、ケヤキに来た時のリリーベ思い出しちゃって。わかる。もうなんか振りがさ、結構こうやりやすいじゃん。だからめっちゃ見てたからさ、すっごい覚えててさ、あれを一緒にやりながら、あの制服見てたら、はっ、リリーベと思って、リリーベ3回行ったなっていうのと、ね、横から見てた時にしおりんが横からこうやってやって、いや、こうやってやってくれたのを思い出して、ちょっと泣きそうになった。あと、うまい。うまいよね。超うまい。なんであんな踊っててさ、歌安定してんだろうって思う。ね、みんなないし、なんかウータンめっちゃ上手くない？ね、上手くなった。ね、もうなんかウータンすごいと思って、ね、成長、成長を感じると思って、ねねね、そう、熱いの時は結構こう上手下手でミオちゃんとウータンが全力で踊ってたんだけど、結構下手側にウータン来ること多くて、ウータンがもうすっごい来るとか上手で、めっちゃ見てたんだけど、あれウータンめっちゃ歌が上手いと思って、すごいなっていうのもあったし、ホノピーのダンスが上手すぎて、なんかね、うまい。このピね、アクセント取ってるのかな、わかんないけど、あのもう一個一個のなんかポージング、コスタントパンかな、その時のなんかこういうポーズが超セクシー。確かに。なんかこう、主にリオちゃんとこのピ見てた。あ、このピ、セクシー。私はもう心、心を一筋に。結構周りにタコロータさん多くて。そう、意外といたんだよね。もう結構。見てもいるな。多いってめっちゃ思った。フラミンミーのミーミー、あそこの時だけは絶対ミーミーよ、ミーミーみたいな。サイリウムピンクにもする時間がなかったから、もうミーミーみたいな。あのミーミーは本当に可愛い。あのミーミーはやばい。や
あとミーミーがのさ、あんな髪長かったっけってぐらいさ、本当にさ綺麗なポニーテールで、もう美少女戦士セーラームーンかと思った。確かに思った。可愛かったマジで。あとミオちゃんのさ髪型さ、あ、そうそうそう、可愛い。超可愛かった。ミオちゃん超可愛い。あれね、あの髪伸びたんだと思って、伸びたから多分合ってないと思って。うんうん。めっちゃ可愛いんだと思って、私もなんかこうショートのイメージがやっぱミオさんは強いから、そうそうそう、なんかはっ三つ編みって、ね、キュンときちゃった。キュンとくるよね。キュンときちゃった。なんかさ、なんか長期休みでさ久しぶりに会ったさクラスメイトがさ髪の毛伸びてたみたいなそういうドキッとか可愛くなってたみたいな。そう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 、前髪はそうないままだけど、うこうヘアアレンジしてて、えっどうしたんだよミオみたいな、もう好きわかる。あと、いっちゃんの髪型も好き。あ、好き。なんであんなさ、こう前髪なしのさ、ハーフアップじゃん。うん、超好きでさ。可愛いよね。あと、1曲目があのさ、こう、ひょシマウマ柄みたいな。あの時にさ、いっちゃんパンツなんだけどさ、お腹が結構出てんの。その時の腹筋がすっごい見えてて。もう、11年こう腹筋入ってて、もうすっごいなんか、いっちゃん来た時に、いっちゃん可愛い、腹筋あともう背中もすごいスッキリしてて。うん、超綺麗、木に描いてると思った。ああ、いっちゃうと思って。やばかった。すごいよね。うん、細いみんな、筋肉。そう、細いし筋肉だし。うん、なんか信じられない。美脚の子が多すぎて。わかる。いいなと思ってさ。そう、あのメガネの男の子の時のさ、うん、あのサーリンと、うん、あのトモピがさ、うん、あの灰色の制服じゃん。うん、あの時さ、相当。2人とも美脚すぎてさ、あそこずっとさ、なんか見ちゃったんだよね。なんであんなに美脚なんだろう。すごい足細長い、綺麗、白いと思って。制服の時の、いっちゃん、ゆは、にしの、ロングソックス組もすごい好きで。わかるわかる。いっちゃんなんか特に、ネイビーのロングソックスなの。うん。はっ、JK って。わかる、JK。最高。制服衣装可愛かった。可愛かった。やばい、すごい楽しかった。わかるよ。めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。本当にアルバム曲がさ増えるから、絶対秋増えるじゃん。絶対楽しいじゃん。寸劇のフェイブリッドがなくなるかなって感じかな。あーかな、どうなんだろう。そこら辺はなんかこう、私さ見た、あの最後のエンドロール、あーホノピーのところ見た。見てない。実はメガネくんのいとこ、小林ホノピー。そうなのと思いながらトコのピン、トコのピン、トコのピン、心がね、かっこよすぎてね。最高、あの衣装でね。そう、あの野森川美の時の心はマジで、うん、あのやられる。わかるわかるわかる。ちょっと冷たい感じの目っていうかさ、なんかで歌いながら踊るみたいな。バキバキだもんね。バキバキだな、ちょっと本当にあの時マジで。はんって呼吸困難。あっちゃん。わかるわかる。あれめっちゃかっこいいってさ、やっぱさ、あ、やばい、曲名出てこない。わざわざ言われないだけで気づいてないわけないじゃんね。私もね、今ね、曲名が出てこない。そう。あの時のセリフさ、言うじゃん。もう、あの時だけはもうみんなから目が離せないし。あの時は、ミーミのセリフが好きなの。なんか、やっとせっちゃやめてやんねーと。そうそうそう。私も、あの雨だまりの時のミーミーめっちゃ好きだから、あのその時はねピンク塗った。まあね、みんな好き。いいよね。いい、本当にうまいし、あとあガールゾーンだ。あガールゾーン、やっぱあのさ声出せないからさ、声出せてた時はさ、そういうキーってガールゾーンのとこのユハの最後、あそこはさなんかユハーみたいな感じでが今できないからさ、シッってなるじゃん。そう、あの時からので息吸ってキーってガールゾーンの時にユハーみたいな。わかる。死になるぜーと思って。やばかった。やばかった。地下鉄はもう全部可愛いから。なんかもうトレイを覚えたし、一緒に踊ってた。やった私も。こうやってふうふうふうって心の中でねコールしてた。わかるわかる。はい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 。シズリングスの、あの私と踊りなさいめっちゃ好きで、わかるわかる。ちょっと奇妙な感じ。あれ本当は2番はウータンメインで1番2番3番という感じだけど、
そこ走られてたのがちょっと悲しいけど、この曲いいよね。そうですね、やっぱシーズニングス好き全員好き、わかる。この3人バランスがいいんだよね、本当に。マジで去年のシーズニングスイベント超楽しかった。いいなぁ、やっぱ心が好きだなって再確認した。うん、うん、いいねいいね、心やっぱ好きだなって。12人いる中でも一番ね、お仕事が輝くよね。かわいい、かっこいいんだよ、うんうん、かわいい、もうね、どっちも無敵なんだよ今前髪もね、長めだってさ、目の上ぐらいでさ、めっちゃ髪の毛好きなのよ。色が見える方が好きだから、やっぱり、はい、ショートもう、なんだろう、あのショート好き結構。うんうんうん、制服似合うよな、あの学ランだよ。そうなの、学ラン、学ランがさ、なんか一番目だけさ、若干なんか取れてるっていうかさ、若干空いてるのになんかもう、燃え、燃え燃えてたあのさ、学ラン着てるときにあの下にさビタミン E のさ衣装着てるからさ、ちょっとモワってなってるのが愛しかったかわいいと思って。最高、めっちゃ可愛かった、本当に美少女、本当にキラキラしてた、大好き。でもなんかこう横を言うと、あの心のこうなんていうの、メガネ君じゃなくて、なんかシャッフルして制服着てるバージョンがすごいみたい。かわいい、ほんとかっこいいけど可愛いんだよ。そうそう、なんかシャッフルで一回やってほしい。お嬢様風のお嬢様来てほしい。あのね、あの衣装可愛いよね、ミーのユカ様の。そう、来てほしい、わかる。で、いつかシャッフルしてほしい。わかるわかる。可愛い、心可愛かったわ、スタイルいいし。こう最後着てたさ、あのピタッとしたさレインボー柄みたいな衣装、あれ結構好きなんだよね。わかるわかる、あれ意外といいんだよ、あれ可愛い、あれもね、セアリー着ちゃうね。うん、だってなんかすごいもんなって、パーンパーンみたいな、短い長いみたいな。そうなの、めちゃめちゃ見ちゃう。セアリー見たこうみおちゃんといっちゃんと心がズボンで、心は長いけどここが切れてんだよね。ちょっと半端なところがなんかパーンみたいな見えてる。あれいい。チラチラリズム。そちらリズムで。そう、トナピがさ、ホットパンツみたいな感じ。あの超セクシーな。最高。わかるわかる。ホナピ好き。なんか色気がすごいよ、ね。色気がすごい。一番セクシー。うん、なんかこう余裕って心の余裕なのか落ち着きなのかわからないんですけど、うん、一個一個の挙動が。なんか憂いを帯びてる感じでなんかセクシー、わかる。なんかピアノ弾いてる時の顔がこうちょっと傾いて、こう髪がパッてなって、なんかこう、こういう感じすごい、わかる。全部いい、素敵、めっちゃ良かった。